約の電話が鳴った。退職する前に東京出張になったので、自分へのご褒美かな。私はこのお客様の部屋に赤ワインを用意した。最後のご出張お疲れ様でしたとメッセージを添えて。出しゃばったかもしれない。でもチェックアウトされた後、アンケートに書かれていた言葉、このホテルを選んでよかった、涙が出ました、ありがとう。私もちょっと泣いた。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。ネット上への動画の投稿でさまざまなスターを生み出している YouTuber、 そして今夢を追いかけるパフォーマーたちの間でちょっとユニークな動画配信システムが話題になっています。それが今朝のキーワード、ポスト YouTuber。 その名もショールーム。これは無名のアーティストやアイドルがパフォーマンスを披露する今話題の動画配信サイトです。ただそれだけなら YouTuber と何が違うの？と思うかもしれません。この新しいサービス、大きく2つの特徴があります。まず演者はサイト上の自分の部屋でライブやトークを行うんですが、観客である視聴者はアバターでお目当ての部屋に行き、そこでパフォーマンスを見たりトークを行うことができます。まあこれいわばまるでライブ会場のようになっているんですね。これ映像で見るとすごいですよ。アバターたちがわーっとそのね、映像の動画の周りにわーっといるんですけど。そしてもう一つの特徴、そんなアバターで参加した視聴者がパフォーマンスに対して素晴らしい、応援したいと思ったらアイテムを買って応援します。アイテムを買うために支払った料金は運営会社を通じて一定の割合で演者に分配、配分されるんですね。ですから演者は自分の力で収入を得ながら夢を目指すことができるというものなんです。ちなみに月に100万円ほどの収入を生み出すという演者もいるといいます。今朝は IT メディアニュース編集部、山崎春奈さんにお話を伺いました。収入面以外でも夢を目指すパフォーマーにとって心強い存在となりつつあるようなんですよ。やっぱり地方から何か新しい土地を見つけたいっていう子は、あのショールームみたいな場所があることで実際にファンの人についていただいたり、あとはシンガーソングライターだとか弾き語りの音楽系のやつもすごく多いですね。普段路上でやってると3人とか5人とかなのが、ネットで配信するだけで数十人数百人の人に見てもらえるっていうのはやっぱりモチベーションにつながっているかなと思います。確かに地方で夢を目指す人にとって都心で住んでいないハンデをこう補えるといいますかね、ネット上でつながれちゃうわけですから。まあ言ってみたら例えば話ですけど、九州にいる人が北海道のファンや、まあ東名阪、東京名古屋、大阪の人ともつながれる。普段路上でパフォーマンスを行うミュージシャンにとってはこれね、かなりまた違った意味でのモチベーションにつながるんじゃないでしょうか。今やスターを生み出す新たな登竜門とも言えるかもしれないこうしたネット上の空間、そんな中ある力が売れっ子への重要な要素となってくるのではないか、そんな風に山崎さんは言います。例えばアイドルグループだとか、あとはモデルさんの所属している事務所の中で何人もやってる中で飛び抜けてやっぱり上手な子だとか目立つ子っていうのが出てきて、そういう子は今までの仕事ではそこまで光が当たっていなかったり、例えば年齢の関係であんまりこう若い時期も終わったけれども、すごくコミュニケーションが上手だってことが評価されるっていうのは、歌とかダンスとか見た目とか違う軸でコミュニケーションで勝ち上がっていけるっていうのはだんだん可視化されてきてるかなとは思います。これまでの仕事で光が当たっていない人もコミュニケーション能力で勝ち上がっていける、そんな可視化、見えるか、確かにね、この能力というかこの部分のタレント性は才能はなかったかもしれない、こっちはあるんだよみたいなね、人っていうのも結構いるわけですけど、
それを見出す。インターネット上のアバターさんたちが見出してくれたり、コミュニケーションを取っていく。いやー、それにしてもネット上は YouTuber だけじゃありません。その次のステージがもうどんどんと動いているんですよ。まあ、ある意味人生は毎日がオーディションですけれどもね。オーディションプラスコミュニケーション、あなた自身の思わぬ才能、インターネット上のアバターさんが見つけてくれるかもしれません。まずは発信してみるというところでしょうか。どうですか、今日も発信力大切にしていきましょう。三菱地所東京ディクショナリー、今朝はポスト YouTuber というキーワード切り取ってみました。